がいつの間にか晴れて、あたりがすっかり見渡せるようになってます。星もちらほら見えてる。これからさらに綺麗な星空になっていくかもしれないね。日の入りは今日は見えなかったけど、まあ星空と日の出がもしかしたら見えるかも。ただいまテントの中です。外は風が強くて寒すぎるので中でビールを飲んでます。でもテントってすごいの、風を防ぐからね、あったかいんですよ。では乾杯。ビール。昨日二子玉川のビオセボンで買ったスナックをいっぱいいっぱいにタッパーに詰めてきました。甘いラズベリージャム入りのクッキーと、あとしょっぱいパルメジャーノチーズクラッカーです。ワインのお供にって思ったんですけど、まだビールだけど、なんかお腹減ったので食べちゃいます。うん、あ、これ好き。ワイン欲しくなる。一曲。今日は風がすごいのでテントの近くでご飯を作っています。昨日成城石井で買った思い出のサンテミリオンワインがこうなりました。輸血パック、おつまみのチーズもあることですし、このままいただきたいと思います。イエーイ、チーズ。多分サンテミリオンのまあまあいいワインを輸血パックに一度入れたことで空気が入ってまろやかな感じになってると思います。美味しいです。なんか山でこういうの本当贅沢に感じるんだよね。最高ですよ。ジャスミンライスの香り最高です。もうね、このね、無印のレトルトのジャスミンライスの存在を知ったことで世界が変わりましたよ。もともとジャスミンライス大好きなんだけど、なんか山で食べられるんだっていう、すごいことです。でもこれこのままにしとくとカレーが溢れるので、ちょっとね工夫してね、すんごい片方というか両端にもりもりにして真ん中を開けなきゃいけない。あー、いい香り。本当にいい香りがする。なんかタイ米まずいとか意味わかんないです。本当にこんな美味しいものがあるんだって感じです。かなりもうカレーを避けるためにすごい堤防を作ってます。あ、もちろんね、日本米も大好きなんですよ。誤解のないように言っておくけど、でも日本米はやっぱおにぎりとか、あのカレーじゃないんです。カレーはタイ米です。ちなみにこの間長野の山の家に行った時にお母さんが飯綱で収穫されたお米を飯綱の湧き水で炊いてくれたんだけど、それ激うまかった。なんかやっぱり土地のものって美味しいんだなっていうのはその時感じました。めっちゃこれ美味しい。なんかね、マレーシアのカリアヤムっていうカレーらしいんだけど、ココナッツが効いててね、そして辛みがすごくあってめっちゃ美味しいです。カリアヤムって感じです。わかる？ヤムヤムヤムですよ。うまい。美味しい。カレーの2種類目はジンジャードライキーマ。全然違う味のやつが良かったので、まあ、あのエスニックっていうよりかどっちかっていうと欧風カレーって感じなのかな。生姜が効いてて、さっきのココナッツのやつと全然違ってすごい美味しいです。キーマカレーっていいよね。あ、ベトナム。割と普通のカレーはルーがトロトロで具がでかいって感じなんだけど、キーマカレーはそのひき肉があることでなんかまんべんなく具があるっていうので、ちょっと気分が変わって好きです。辛さは同じぐらいだと思うんだけど、
全然なんかベースの味が違うので飽きないで楽しめます。無印のカレーほんと最強。山に行かなくても試してみてほしいです。甘口からあるので辛くない、辛いのが苦手な人でも全然 OK だと思う。結構自分勝手なクライマーみたいな感じで、その一緒に行った人を、まあ、死なせちゃうっていう感じなんだよね。で、まあ、奥さんもいろんな事情があって亡くなって、それで全然それまでの生き方を変えて、その山小屋のオーナーになるんだけど、あえてその挫折した人とか、あと心に障害を持ってる人とか、アスペルガーの人だったり、ちょっとその発達障害みたいな人をあえて雇って、でその山小屋でみんなで和気あいあいと暮らしてるんだけど、ある時そのヒマラヤをみんなで登ろうみたいな話になるんだよね。でエベレストとかだともちろんお金がすっごいかかるんだけど、あの全然例えば6000メートル級とかで誰も興味ないような、あの特に記録にならないような山とかはすごく安く登れるし、あの山小屋でいろんなトレーニングとかしてればそんなに難しくないよっていうことで、その3人の従業員とそのオーナーの人が3年後に行こうって言うんだけど、オーナーの人が不慮の事故で亡くなっちゃって、その彼の夢を引き継ぐためにその3人の障害があったりとか、あとは挫折した人たちがヒマラヤに登りに行くっていうお話で、まだ読み始めたばっかりだからどんな感じか分かんないけど、なんかすごいワクワクしてます。笹本良平さん、すごい山の本ではなんか雰囲気が好きな作家さんで、ちょっとスピリチュアルな感じもするんだよね。うん、いつの間にか指の凍傷が治ってる。やっぱりあったかいものを食べたからよかったのかもね。一安心です。はあ、お腹いっぱいになりました。そして最後にトイレに行きがてら満天の星空を見えました。ちょっと流れ星も見えた。幸せです。なのであとはもう寝るだけです。 Good night.